イギリスサマーセット州に驚くべき絶叫アトラクションが出現した。木でできた巨大な装置の下にヘルメットをかぶった人間が寝そべると、いきなり大きく振りかぶって投げてしまった。人間はそのまま70メートル先のネットへ落下。何なんだこれ。実はこれその名も人間投石機。中世の頃戦争で使われていた投石機を再現、石の代わりに人間を飛ばすという超デンジャラスな絶叫マシンなのだ。抜群のスリルで話題になったものの、その後怪我人が続出し、現在では使用禁止。まさに禁断の絶叫アトラクションとなってしまった。